実は私麻雀好きなんですよ。でもアナウンサーなのでなんとなく麻雀好きって言いづらくて今まで言ってなかったんです。 HTB に入れたの麻雀やってたからだと思ってます。なんでかってエントリーシートに麻雀が好きですっていっぱい書いてました。麻雀の好きな役とか麻雀が好きな理由とかそういうのを書いて HTB に入ったと思ってます。麻雀好きです。やりますか、やりますか、やったー。皆さんこんにちは、 HTB アナウンサーの高橋遥です。 HTB 公式 YouTube チャンネルにてなんと麻雀企画スタートです。イエイ。私はですね、麻雀を始めてから10年になるんですけれども、やっと麻雀企画をスタートすることになりました。やったー。なんといっても麻雀は物がなければ始まりませんので、今回はですね、札幌にて45年以上営業されています囲碁、将棋、麻雀の総合商社の津村娯楽堂にやってまいりました。ここでですね、全自動麻雀卓が借りられるということなので早速行ってきます。こんにちは。なんだかちょっと入るの緊張してしまいました。そうですね、普通の方見慣れない道具がたくさん置いてあるからそうですよね、はい、今回は麻雀の全自動卓を借りることができるということですそうですね、法人さんメインで、基本的にはやっぱり麻雀荘さんがほぼメインで、あとはホテルさんだったり老健施設、デイサービスだったりとか。今回はどれを借りていくことができるんですか。こちらをそのままいいんですか、はい、現金特価73万円ってなってますけど。そうですね、より麻雀を盛り上げるべく頑張りますので、はい、借りていってよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます。せーの、お、重さどうですか。なかなかおお、音出た方がいい。あ、気をつけてくださいね。右も左も結構ギリです。よいしょ、あ、結構右足が、こっちが上がってないですね、まだね。おー、うわー、楽しみ。最近インターネットでしかやってなくて、こういう本物の牌を触るの結構久しぶりなんですよね。アプリで日々こうやってお風呂上がりとかこうやってやってます。よいしょ、大きな第一歩踏み出しました。無事借りることができました。津村さん、ありがとうございました。よりちょっとレベルアップして、はい、頑張ってまいりますので。全員やっつけるぐらい。全員やっつける。全員やっつける。麻雀で全員やっつけるぐらい。わかりました。そのぐらいの心持ちで頑張ってきます。じゃあ開けときます、ここを。あ、やっちゃった。入れる人、インの人います。出るとき、出るときすいません。お、結構ギリです。早速社員が驚いておりましたちなみに衝撃の発表なんですけど、6回でロケやってるんですよね。え、上手。じゃあちょっとロケやってたんで静かに行きましょう。静かに。電源入れますよ。ここをオンすると来た。押して開ける。で、灰を入れましょう。ここに灰を入れていきます。全部入れたら壊れるって言ったんで。
いんですよ、これが。私たちにとってはね、至福の音なんですけれども、あちらのお料理番組からしたらただの雑音、はい、終わりました、はい、すいません。ここからはハニーバターチキンを作ります。あちのロケのタイミングを見計らってもう一杯入れていきます。皆さんよ、よし、急げ急げ。これも入れなきゃいけない。そこにね、入れればいいんですって。できた。これが天候です。次、緑。よ、パーテーションを立てます。無事に車内にちゃんたくを作ることができました。